で僕やっぱすっごいスランプになっちゃって、コロナ禍でもう全然本当1年ぐらい曲書けない時期あったんですよね。私はコロナの流行りだしてから、はい、外に出れないんで、はいはいはい、曲ばっか作ってました羨ましい。僕ゲームばっかりやってましたよもうなんかもうギター持ってもどうにもなんなくて、なんかうまくいかないな、人間としてギリギリの感じを味わいましたね最初の3ヶ月ぐらいは何にも手がつかない、何にも手がつかない、本当に。だからラジオ聞きながらゲームやったら日が暮れてるんですよ、うん、ちょっと信じられなかったさあれ。いや、なんかゲームやったら24時間経ってたとかあるよ。あ、マジっすか。本当にありますよ、うん、80年代ずっとやって、あ、また失敗だこれ、そう、もう一回やろうとかね、もう一回やって、はっと気づいたら24時間でも本当に安心しました僕一個決定的だったのはやっぱりあのライブをやらないって決めた時ですね。あれで心が軽くなってまた曲書けるようになったんですよ、うんうんうん、もうやっぱその最初の方に話しましたけど、そのキャンセルだったり延期だったりが続いてもう気が気じゃなくなっちゃって、もうこんなの嫌だ、もうやめようって言って、やっぱ半年ぐらいもう全く入れなかったんですよ。その間にちょっとずつ復調していって、もう前みたいにこう本当ギター持って何やればいいんだっていう感じだったんですよそう、でそこからは徐々に抜けてって曲も書けるようになってった。何かやらないって決めると効果的だね。そう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 、活動休止とかさよし、じゃあなんか別なことやろう、そう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 、そういう感じでした。うん、うん、そういうやらないっていうのがね結構いいのかもしれない。結構やらないってこんなポジティブなことだったんだと思って、うん、すごい。ともするとさ、マイナスなイメージがあるけども、そう結構やらないって決めた時は、うん、自分でもこのままどうなっちゃうんだろうっていう気持ちだったんですけど、うんうんうん、そっから別のやることが浮かび上がってくる。そうそれがね、あんなポジティブな選択だったんだって後になって、うん、結構びっくりしましたね。私は団塊の世代の1個下ですけども、団塊の世代の方々は人数が多いんで、逆境とか競争になると燃えるんですよ世の中が騒乱の状態になると燃えるんですよ、はいはい、で私はその1個下なんで、三無主義と言いまして、三無がなんだ、無関心、なんか無感動とかなんか3つだったんだけど、あんまりその逆境にで心に火がつこうとかいうタイプではないと思ってたんだけど、でも意外とそうでもないね。うん、まあその2011年で活動を休止して、その辞めるという道を選んだのは大きい地震のせいだったりもするし、いろんな事件が起き、世の中がこれはどうなるんだろうというような1975年か、うんうん、ムーンライダーズの夜みたいなのもすごい、夜をテーマにしたりもするし、やっぱ逆境というかね、自分の逆境というよりもいろんなところの逆境が見えてきちゃうでしょ、うん、見やすいですね今は。でそれによってすごく影響されちゃうところもあるんだよね。ロックは、ね、社会とともにある部分もやっぱり大きいと思う。使い古された言葉だけど、お金のないとこから、お金のないことが逆境かどうかわからないよ。でもそこから面白い音楽が生まれ出すっていうことで、そうですね、うん、もうそれはもう世の常ですもんね、うん、また進化したらどうか、はいはいはい、って言って活動休止のね、はい、また進化の作ってる時は不安でしたけどね、これは進化してるんだろうか、これは圧倒的になんか対価じゃなくて劣化してんじゃないかと思ってましたけどね。でも結果を語れば、あ、進化したなというものが出来上がったと思う。それだけで、ああよかったもうそれ以外はもうどうでもいいっちゃ申し訳ないけど、ああよかった。でこれは皆さん聞いてもらえるものとしてここに
あるのが本当に良かったと。うん、でそれは澤部君とか祐介君とかの手伝いも含めて、それと、うん、なんか粘ったね。あ、いや昔から粘るんだけど、はい、粘るいい要因を作ってくれたのが白井亮明が入院したということで本来はもうちょっと早く出たんだけど、そうですね、あそこで亮明入院してなかったらね、もうちょっとスルッて出ちゃったかもしれない。 あの2週間は非常に貴重だったよ。もう一回練り直した。はい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 、確かにミックスも意見やっぱり飛び交ってましたもんね。そうだよね、うん、OK 出したのにまだ言う人も出てくるしね。そうですね、うん、あれ面白かったですね。環境が変わると気になっちゃうね。うん、不安だったけど、そういう細かい細かい積み重ねによって、進化したなと思います本当に。うん、僕でもやっぱり学生の頃にそのムーンライダーズの30周年のアルバムのムーンオーバーザローズバッドとかを聞いて、果たして自分が年を取った時にどういうレコードが作れるのかって思いながらスカートっていうバンド活動を始めた部分がやっぱりあって、でその頃は自分が未来にどういう音楽を作るかってことしか見てなかったんですけど、ムーンライダーズと一緒にステージに立つようになってから、その70になった時に20歳の頃に作った歌がどう歌えるかってことに今興味が自分の中では出てきてます。原動力って何なの？原動力？バンドのじゃなくて自分の、それは自分の能力に対する怒りもありますよ。うーん、それと自分の体の劣化とか、うん、そういったことに対するどうしようとっていうこともある。うん、でそれとのあのせめぎ合いがあって、うん、そこで結論を出していくということは何か今できるものを作っていくことだということ、うん、まあ、あとこんなに50年以上も音楽をやるとは思っていなかったっていうのもあるけど、やれてるのはハッピーだなってことだね。うん、だから それは作んなきゃっていうこと。うん、そうしないとパタってなっちゃうでワーカホリックではないですよ決して。え、うん、そうなんですか。うん、だって休みたいから早めにやっとこうとかそういうことだ。はあ、僕てっきりワーカホリックなんだと思ってた、うん、ケイさんって。ワーカホリックって働き終わってまた働くでしょ。それはない。はあ、もういつ見てもお忙しそうにされてるし。いやいや そんなすごい休んでますよ。あと大量に寝てたりね。 あれはあの要するに表に出る部分っていうのは本当に氷山の一角だから、実は。しかも操作してることもあるし、はい、そうですね、時間をずらしてとか、ね、だから実際には本当に全然ワーカホリックではない。僕に関して言うんだったら割と、なんだろう、僕は割とどっちかっていうとこう風景がよりなんですよね。こういうことが起きてこういう風になった、だからこういうことっていう歌ってあんまないんですよ。やっぱりこう、なんだろう、音楽、なんだろう、社会について歌うことがやっぱ社会性の一つにもなりうるのかなとかね、思ってきちゃったりもしてますね。中学高校の時の先輩が結構すごい、その瞬間その瞬間のを生きるパンクスみたいな先輩が一人いて、うん、その人を見てて自分はこうならないようにしようって思ったんですよねそういうことがあって本当にだからすごいネガティブなけなしてるように言ってますけど、マジでその人のこと感謝してるんですよ。本当の本当の反面教師だと、なんて素晴らしい反面教師だったんだって思ってるんですけど、ただその弊害が年々出てきてると、そう、もうちょっとこう瞬間瞬間を歌ってもよかったんじゃないかとかね、思うようにはなってきましたね。そう、だからこうそれこそ自分が30になっても40になっても50になっても歌える曲を今のうちから書いとこうみたいな気持ちがどっかであった、うん、それが良かったのか悪かったのか、ね、CSNY の
政治性じゃなくて、そうそうそう、シンガーソングライターの脱ヒッピー感というか、ね、そうそこにとどまってるというかね自分は。うん、私はね、みんな元気出そうよって曲が作ったことないと思うんだよ ね、うん、 そうですね、まあ、そういうふうに聞こえるのもあるかもしれないけど、うん、ね、君ちょっと元気出してっていうのはあるよ、うん、だからもともと元気出そう、勇気を持とうとかいうのはないんです、うん、でかえってあえそういうの好きじゃないです、うんうん、好きにやりなさいよっていう、うん、だからこういう時に何を作るかっていうのは、まあ、珍しくちょっと政治的な歌詞も作ったりもしたけども、あの割と隠して政治的なる歌詞は過去にいっぱいあるんですよ、うん、隠してるけど時々ポコンポコンって出てそれはこういう時だからじゃないですか、うん、でもあのなんだろうな、あくまでもこういうと非常に古臭い言い方だけど権力に対しては反権力なんで、うんうんうん、そこは変わらない。だからそういうものを作っていくでしょう、うん、あと噂とかみんなこう言ってる、みんなこう思ってるっていうのは大体嘘だから、うん、そこら辺の判断をしっかりしつつ、うん、いや本当にどれが本当で嘘かわからないので、うん、そうして過ごしていきつつものを作っていくんだと思ってます。うん、ただし第三次世界大戦は起きないでほしいけど、うんうん、しかし世界は経済で動くと思うんだ結局は、うん、って気がしますけどね、うんうんうん、そんな予言的なことを言ってもしょうがない私は町中華探検隊フォロワーなんでFacebook でいろいろ美味しそうな写真上がってますよね、うん、はい、高級レストラン恐怖症みたいなところもありまして、あでも分かります、こじんまりした町中華とか、うんうんうん、とんかつ屋とか、はいはいはい、そういうところに行ってしまうんだけど、確かになんか人と行って話すんだったら絶対レストランとかより音響的にはね狭い方がいいはずですから、狭い方がいい、そう音響的には狭いね確かにそうだ、僕昔あのコロナ禍でミュージシャンとして何もやることがなくて、なんか毎日なぜかインスタントラーメンを作ってはあげアップしてたんですよ写真をあそうだった、そうなんですよ、そういう時期があってなんだっつうあれなんですけど本当にそうなんかこう本当に野菜炒め乗っけるとかそういうぐらいなんですけど、 それで結構本当にジャンクなものをね作ってたんで、そのどういうインスタントラーメンを食うかがその人の、うん、その人自身を映すみたいなね話を冗談っぽくしたら割と本気で受け取る方がいらっしゃってカップ麺じゃなくて、あ袋ですね、袋麺ね、そう袋麺もなんか東京で買えないものがあったりもするんだね、しますね、知らないものがあったな、そうと結構ね僕もだから遠征行くとスーパー行きますね、その場所その町のそうだね、そうそれはね遠征もそう、遠征ってないな外国に遠征してもそうだね、あ、うん、あでも絶対楽しいですよねスーパーはね、うん、好きな袋麺な、難しいこと言いますね3つ挙げていいんだったらでも札幌一番の塩ラーメンはやっぱり好きです、うん、そうだ ねで味噌も好きですやっぱり札幌一番行ったね、そうあと1個どうしようかな、僕辛ラーメンかな、辛いラーメン、辛いやつ、あの焼きそばは入れないで、ああそうですね、そうですね、要するにスープのあるやつ、ね、スープのあるやつ、あの一番のやつ、はい、塩ラーメン、はい、札幌一番塩ラーメンにオムレツのっけんだよ、ほーとね天津麺みたいな、あーなるほどいいですねでケチャップバーって感じ、ケチャップなんですか、あでもそう僕その塩ラーメンにトマト刻んで入れたりするんで、トマトタンメンみたいなね、そうケチャップやってみます今度あそれいい